もやかステーション、今からね、今夜行バスなんですけど、今から深夜バスで盛岡駅まで行って朝の6時に着きます。朝6時に着きます。で、予定では12時ぐらいからちょっとご飯を食べててんで、まずね、今度夜行バスはゆっくり休みたいと思います。かっこ6時、ずっとこれで編集です。はい、おう、おはようございます。ほら、着いたぞ。やばい、俺の帽子が超邪魔してんね。盛岡駅だ。盛岡駅に着きました。今ね、朝の6時ぐらいなんですけど、今日の予定としては11時ぐらいから始動するので、あと5時間編集します。そうそうそう今日は食べることがメインなので、これが24時間やってるところを探してちょっと編集していきます。では行ってきます。で、24時間空いてるお店がなさそうなんだよね。なので、これから見てください。第一松屋発見しました。盛岡にしかない松屋に行きます。寒いんだよな。非常に寒い。朝は普通に東京にある松屋でご飯を食べます。はい、卵エッグ定食。アイモー1つ、アイモー1杯。今 YouTube で岩手県民の岩手のいいところを聞いてます。じゃあここで聞いていきます。満足なのかお肉来ましたよ。いただきます。はい、今ね、ホテルの方に戻ってまいりました。今ね、10時を過ぎたのでリツイートタイムですね。はい、この後、マサと2人で温泉に行ってきます。やだなぁ。はい、黙れ。夜食ですね。夜食を今12時ぐらいです。そうだね、食べに。やっぱ夜食って言ったら麺、麺で盛岡で麺って言ったら、そう、わんこそばですね。また勘弁してくれよ、もういいよ。冷麺ですね。じゃあ食べていきます。おはようございます。朝です。彩り野菜多め。いただきましょうか。いただきます。今ね、朝ごはんを食べ終わって、これから今日一日龍泉洞で行っていきたいと思います。ここからバスで2時間半ぐらい暇します。まあ、釜飯の卵でもつまみながらね、行っていきたいと思います。岩手と言ったら、もう日本三大闘牛の龍泉洞、今日こちらの方に来ました。うまそう、これね、龍泉洞のね、オムライスですね。今から入っていきます。登録者数が1500万人を超えたみたいです。日本で一番ですめっちゃすごい。え、てか泳ぎたいんですよ。泳ぎたいのはやめてください。狭いです、非常に。やったー。魚釣りましたね。やりましたー。なんですか、これは。山目ですね、また。はい、2日目も行きます。行きましょう。あ、嘘つかなくていい。絶対に入れる。そうなんだ、わかりました。絶対に入れる。じゃじゃ麺も食べに行きます。最後の晩餐かな。春から抜きパイロン来ましたよ。もういい匂い。いただきます。はい、ホテルに帰ってきましたよ。本日もね、一日終わって、今20時過ぎぐらいですね。そうだね、2日目の日。今日はちょっと早めですね。で、これから僕たちは明日のヒッチハイクの予定を僕は考えて、ゆうやくんは編集です。はい、なぜなら僕が編集できなかったからです。そうです今日もね、一日楽しみました。明日最終日もね、楽しめるか分かんないけど、絶望の淵に落とされるかもしれないけど、絶望の淵に落とされるか、人の温かさに触れて感動するか、どっちかっすね。じゃあ、お疲れっした。おはようございます。おはようございます。3日目の朝です。本日ね、予定では6時から行動する予定でした。何時ですか今。
あ、こちら、はい、これですね、ここ、なんでしょうね、これは、これなんでなんでしょうね。ここからどうすれば6時に戻れるのか、お願いします。教えてくださいよ、皆さん。今日の企画は6時から始めても間に合わないレベルなんで、あのヒッチハイクという企画なんですけども、やばいっす。ガンガンに寝ちゃったね。もうなぜかというと、僕は明日の朝一で予定があるのに帰らないといけない。じゃあこれから朝飯食って帰りたいと思います。はい、行ってきます。僕はこんな感じです。たくさん入れまくりましたご飯です。なんかこんな感じですね。いただきます。目を掲げて、とりあえず YouTube やってるってことのヤカバに行きたいっていう、この2つを重点的に。最終日、最後の晩餐ですよ。見てください、最後の晩餐。あれ美味しそう。あらね、最後の晩餐、松屋っていうね。終わりよければ全てよし。最初も松屋だったんで、最後もね、松屋を食べて帰ろうと思います。いただきます。最後の晩餐ですよ。やっぱね、終わりよければ全てよしということでね。おい、なんだお前、俺と同じこと言ってんだよ。おかしいだろ、これ。いただきます。最終日、最後ですね、これが。バスに乗った後は、東京に帰るだけです。岩手は本当楽しかったですね。楽しかったね、いろいろありましたけど。また第2弾で大阪に向けてもね、ちょっと楽しみが増えました。大阪で会いましょう、皆さん。では、バイバイ。はい、今やっと帰ってきましたよ。やっと東京です。はい、ただいま東京。楽しかったですね。やっぱ岩手の方がちょっと楽しかった。そうだね、蒸し暑い。まあ、朝6時過ぎの、7時ぐらいかなんですけど、結構暑いです。暑いね。ちゃんと東京駅にいるっていうことで、東京駅一番。はい、岩手に楽しかったですね。大阪も楽しみます。はい、本日の動画最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、フォローお願いします。また明日。ありがとうございました。第一ハト発見しました。盛岡駅こんな感じですね。